シュレジュです。シュイートマトズルです。ありがとうございます。やってまいりました。ありがとうございます。はい、またやってまいりましたね。なんすか、すごい今日嬉しそうじゃないですか。え、まあこれでもかと思う。これでもかこれでもえこれでもかはおかしくどうしたんすか。まだかまだかとね。いやもう最近あれじゃないですか。あ、いや最近分かりやすい動画でおなじみの、はい、ライキジョーンズ先生ですが、はい、やしてください。そんなのは今日はあれですか、弱い者いじめですか。いや違います。やっぱ対等じゃないですか、僕ら。対等なんで。対等でしたっけ。対等なんで。ああ、まあまあ、いろいろ、はい、いろいろ対等ですけど、いろいろ対等なんで、はい、今日やっていくのはトズルさんにならタワー一本折れてても勝てる先生。ああ出たー。ありがとうございます。いやそれもう3億光年前ですよ。いやそのルールで僕がいい勝負をしてたのは、確かに確かに、今だって1本でしょ、はい、絶対勝てます。絶対勝てます。これは前回どうでしたっけ。前回確か、はい、1本あげたら、はい、そう相当前です。1本あげたら勝てなくて、はい、半分にしてもらって勝ったんです。確か1本は絶対勝てない。そのだってどう考えても無理ですよ。だって僕守れば勝ちだもん。甘え甘いっす。本当ですか、はい、じゃあ僕いつも僕このハンデ戦でズルズル調整してるんじゃないかとか言われてるんですけど、はい、僕マジでやってるんで、そのコメントが一番傷つくからな、マジでやめろよお前ら。わざと負けてるとかって言われて、マジこっち本気でやってんのにと思って。よし、OK です。じゃあ1本、はい、僕が最陣も最速で折って、はい、そこも守ればいいですね。そうですね。楽勝じゃないかな。甘い。何で来るかだよな、ライキ先生が。どうしようかな。悩みが深い。あれまだ悩んでるんですか。あー、大丈夫です、大丈夫です。もう仕上がってるやつが何個もあるんで。あ、どう折られたら、はい、まあ、折られたらスタート。折られてお互い10襟になったら。あ、オッケーオッケーオッケー。折られて10襟スタートで、はい、お願いします。じゃあ私こちらで。始まりました。はい。じゃあ僕1本折りに行っていいんですね、はい、とりあえず。全然待ってます。これでね、頑張れ。いや時間稼いでるわけじゃないですよ。ちゃんとジュエリー使ってるんでね。本当です。信じてください。いやでもこれでいけるんじゃない？いけそうですね。はいはい。ファルチェの。はい。あ強い。おお強い。はい、ああ素晴らしい。ここからスタートでございます。あまだジュエリー溜まってないです。いきます。どうすか？八。九。はい。スタートビビー。うわースパーキー来た。スパーキーいるか、ちょっと待ってよ。はい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 。あ理解。あ理解した、もう理解。早い。え今のでデッキ分かったんですか。分かっちゃいますね。はいよろしく。うわあ一緒。ワンちゃん一緒です。よいしょ。オッケーオッケー。うまい。あドズル選手これ、うまいよ、やめてくれ。うまいと言わざるを得ない、これは。これはうま、うまお。はいはいはい。これはちょっと勝負あったかな。甘すぎる。いやーもうね、ハンデいらない説も出てきましたよね。もうここまで来ると、その。なるほどね、そういう姿勢ですか。いらないんじゃないかなって最近思ってきてましたね。オッケーオッケー。これ勝った。勝った。そうでしょ。意外と痛い。意外と痛い。意外と痛い。よしよしよし。大丈夫。よしよしじゃないですか。こっちがリードしてるんで。あと1分。これは左もね、相手ね、結構きついはずなんです。言うて、なんだかんだ。ここで決めたい、ここで決めたい、ここで決めたい。いけ！いやー、惜しい。やばい、やめろ、やめろ。よ
しよしよしよし。あでも守りがち守りがち。はい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 。いやーやっぱ実力出ちゃったかな。出ちゃうかなやっぱ。オッケー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 。あーよかったー。怖い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 。あざす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 。いやいい勝負でしたね。いい勝負でした。最近好きっすねそのその感じ。なるほどね。なるほどですね。わかりました。え？わかりました。なんどうしたんすかどうしたんすか。俺的に答えがあるんですけど。はい、答え。デッキが弱かったかも。デッキ一緒だったじゃん。ミラーデッキっすよ。デッキが弱かったかも。え？あ、それじゃあ同じハンデでいいんですか。あ、全然全然。本当に？はい。もうもっと上げちゃってもいいですよ。キング半分までいっちゃってもいいぐらいけど、まあ。まあ、ここは1本で。いや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 、負けた人がそう負けた人が何偉そうに言ってるんですか。じゃあちょっと、はいはい、負けない感じしますけどね。じゃあ僕これでいきます。はい、お願いします。いやこれはもう今日ちょっと終始この映像が続くと思いますが、皆さんご了承くださいませ。本当に申し訳ない。はい、ちょっと何ですか。1回勝っただけで調子になってもらって変わりますよ。本当になんで出すんですか。ちょっとそうだ。ちょっとビビビビ。ごめんなさいごめんなさい。まあ何も関係ないですけど、ね。動揺してる。動揺して出しちゃう。足前来たなと思って。ルール忘れてるじゃないですか。はいはいはい、まあこれでも私のデッキはねバレたも同然なんですが、はい、ただこれで一本折れるでしょうと。いやー。あ、もういいっすけ。いやまだまだです。10玉まで10玉までまで。今何ですか。7反対8まだですよ。反対今9とかで先に出そうとしてるじゃないですか。ビビースタートです。うわ出た。あーこれ逆サイトさっき教えてもらったな。勝った。これむずいよこれむずい。勝ったな。そんなことある。言うのうまくいけば。うわー出た。よくない。お前よし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 。じゃあスパスパーキー、スパーキー2連続か。やっぱスパーキー強いですか今。弱いのに使う。嘘つけ。弱いは嘘やろ。はいはいはい。一旦後ろから出して、まあそっくりも。ああ、エルビス取っといた方がよかったな。これはヌーブ。ヌーバーワールド。ヌーバーワールドをかましてしまいました。ジャイクルンで。うわ、出たよ。トルネをしてくる。うーわ。やめろ。うわ危ねえ。いやこれはもう勝ったな。やべやべやべ。このラムはかこのラムはか。言うの言うの。負け取れ負け取れ。いや30秒あるんで。こっちたらトルネード警戒。攻めトルネード攻めトルネード警戒よ。はい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 。うわマジか。そんな攻め方があるとは。許容許容の。いやーライキさんもちょっと落ちましたね。落ちちゃいましたねライキさん。ありがとうございます。やりすぎたかな。やりすぎたかな。これでももう100回やっても勝てない説がありますけど。そう言われるとちょっとやっぱ俺の中でなんか思うことがあるんですよ。なんですかなんですか。でも、はい、いくらなんでも、はい、一本はちょっと欲しがりすぎ。一本はいや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 、これ言ってのライキさんじゃないですか。いくらなんでもえやりすぎると思いますので。やっぱいやいや、それはちょっと言い出しっぺのライキジョーンズ先生ともあろう方がね、さあちょっと前言を撤回するにはその態度じゃちょっとこっちもねうんとは言えないですよね。半分で
半分にしますか。半分でいい。しか半分でいい半分でいいよ。ちょっと違いますけど仕方ないですね。じゃあ行きますか。半分で。わかりました。じゃあ半分で、はい、わかりました。これでいこう。あ、ちょっと待ってよ。今んとこ来季先生の今日の傾向をつかむと、はい、ハルチェスパーキーが絶対入ってるんですよ、はいはいはい、次も入れてくるでしょうと。はいはい。甘すぎるな。やっぱ本当っすか。これだからな。いやいやいや、こう言いつつ使ってくるいやーどうだろうな、どうだろうな、これ。あー、悩む悩む。これだな、これだな。お願いします。はい、出資しよう。半分いいっすよ。半分とりあえず削りますね。全然半分いってもらって。半分だと1200ぐらい、1300、1100ぐらいかな。1100ぐらい。1100は半分じゃないし。1200、1200ちょい。それ折れるやつ。え、これ折れるやつ？これなんか出してくださいじゃあ。はいはい。あ、ちょうど、ああちょうど半分、ちょうど半分。ちょうど半分です。確かに半分って言われるから。ちょうど半分です。お願いします。僕10になってます。はいはい。ダクネか、ダクネ好きっすね今日。ダクネロワイヤルなんでね。ダクネ好きですね。あ、出たよ。うお。あれ？いやいやいや、あれとかじゃない。今ライトニングが見えた。あれとかじゃない。あ、違う。違う。あ、でもちょっと痛い。ガシャリン。エリゴリは待ってないはず。オッケー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 。わ、周りが早いんだよな。いいよいいよ、ドズル君うまいよ。まあ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 、いや、美味しいなそのクロス嘘。あ、半分とはいえですよと。なるほどね。いや、これこの部屋、この部屋暑い。いや、むしろ寒い、むしろ寒いから汗かいてきた。なるほどですねだって僕、守ればいいもんなぶっちゃけ。いやいやいや、甘い甘いっすか。これだから、やだな。あ、失礼しました。守ればいいからな。ライトニング持ちなんで、超このアイスイーズと巻き込めない位置。あー、そっち行くか。べ、怖い。うっ、向こう行け向こう行け。あー、違う、お前じゃない。来い、止まれ。よし、止まった。いける。あー、ライトニング。止まった。守れ。よし。いや、まあこういうことかな、やっぱな。まあ今の試合半分。意義あり。はいはいはい。半分じゃなかった。え、じゃ事故ったんですよ。事故。本当に半分つ。意義あり。何ですか。はいはい。ちょ、本当はね。はい。本当は俺だってね。はい。ここで終わる予定だったんですよ。まあやっても参戦かな、まあ。みんなは思ってますよね。参戦で終わるかなと思ってますよ。はい。もう終わる空気流れてますから。なんと、土佐さんがそんなに言うなら。4戦目マジで。でもやっぱ半分半分ね、半分。ちょっと今のは確か半分じゃなかったんで、調整が下手だったんで、ね、ちゃんと半分でいきます。対策と傾向を練るとやっぱそういうエリゴレデッキを使うんですねと。あなた、いや俺もちょっといいっすか、対策しちゃって。じゃあ、いいっすよいいっすよ。いいんですか。じゃあもうね、あれですからね、お願いします。対策もクソもないでしょ。対策もクソもないでしょ。半分おられるんですから。お願いします。勝ったな。え？
これは勝った。本当ですか、はい、じゃあ半分半分ちょっとうまく調整してください、はい、ちょっと任せてください。僕今から、はい、これは何でもないです、はい、これはもうダメージなしで、はい、ファルチェ単体だったら多分半分以上削るんで、はい、いい感じで、いい感じね、いい感じで呪文かなんかを、あでも一発二発、あまあまあまあ、あちょうど半分か、ちょうど半分ですかこれ、まあちょうど半分、まあ、まあもうちょいもうちょいもうちょいポイズンいいですか、ポイズンいいですか、全然全然もう足りない、あこれで半分ですね、おそらく、はいはいはい、オッケーですオッケーです。それでは十までいったら、ファルチェとポイズン切ったってことは、いやいやよくないよくないよくない、あもうちょうど半分じゃないですか、行きます、お願いします、オッケーです、いつでもオッケーです。なるほどね、今手札に、はい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 、なるほど、はいはい、これ右もな削れない可能性あるからな、ってことはあれだな、はいはい、一番いっぱい線はあれですね、あ、ミスった、ちょ待って、おっと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 、煽り煽り、なんでなんで、煽り煽り行為がいらないんで、雪玉がいらないと、はいはいはい、あ、しまった、ずれたずれた、よっ、よし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 、馬を、いやーでもだいぶ削られてるし、あんまり良くねえな、やめろ、よーし、うまい、ずるくないですかそのカードずるいんじゃないの、いやいやいや、もうトレンドにね敏感ですから、なるほど、マジやっちゃう、ライトニングがあるんだよな、うわマジか、一発も入んない、いやいや、くそ、うわ、いい勝負、いやーこれ難しいな、ライトニング来る、いやギリギリ、よしよしよし、いけいけいけ、おらやべ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 、最悪最悪最悪、よし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 、あれねあれね、あるぞあるぞ、ないぞないぞ、ちょっと焦るべからず、よし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 、ちょっと待てよ、やばい、それはよくない、よいしょ、おい、ちょっと待って、マジでやばい、ギリギリのギリ、もうもうかける、これに、よしよしよし、マジやちゃまくい、マジやちゃこい、絶対来る絶対来る、いやー来ない、来たんじゃない、お前、よしよしよし、マジか、待って待って待って、いやいやいや、とはいえよ、とはいえ、それはうまい、やったあれ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 、これあれだな、
あ、これ左のタワーが半分削れてたのか。僕右かと思ってた。これ半分ご飯でいらなかった説あるな、これ。あれ、これ、あ、最初削ったの左だったか。右かと思ってた。なるほど、なるほど。はい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 。いやー、これもう4連勝ですね。なるほど、なるほど。もうこれはもう、はい。みんなこの動画見た人は、あ、ドズルの方が強いんだなというのがこうもう分かった。最初の2000だけ流していきますか。かわいっぽんじゃ仕方ねえな。いや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 、ちゃん最後まで4試合しましたから今日。4試合ね、あのカットなしでお送りしますよ。おい、マジかー。あー、まあまあまあ、またちょっとね修行したら来てください、僕のとこに。はい。あ、面白かった。はい。はい、ということで、はい、今日はやってたんですけどね。ありがとうございます。まあ惜しくも負けてしまったドズルさん。いや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 、なんか過去の映像をやめてください。過去の映像を一本あれしてダメですか。捏造は禁止でお願いします。1年前の、はい、多分半分で負けたやつ、負けたやつ。いや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 。確かに趣旨が一緒だからワンチャン気づかないってなる。まあでもだいぶ変わってますから1年前とね。はい、クラルは。はい、ということでね、まあ今日やってたんですけど、はい、またドズさんのチャンネルでもね、面白い動画をコラボ動画上がっております。はい、ぜひそちらを見てください。お願いします。ということで今日はエンド終わります。バイバイ、はい、はい。